恩返し弾日ハムアリエル・マルティネス、古巣中日戦で逆転スリーランホームラン。セパ交流戦の中日対日本ハムの2回戦、17日の試合で、日本ハムの捕手アリエル・マルティネスが、かつて所属していた古巣の中日に対して逆転ホームランを打ちました。ターニングポイントになる場面だと思って、集中して打席に入った。ストライク先行で来ると思っていたので、タイミングが遅れないように振っていくことを意識していた。最高の結果が出てよかったと彼は満足そうに微笑みました。マルティネスは来日してから5年目の昨シーズン、最多の82試合に出場し、8本塁打を記録しました。しかし、その年のオフに中日から自由契約となりました。ゴーンヌ。恩返し成功や。アリエルの熱い恩返し。ええの取ったわ。アリエルー。うおー。よりによってアリエルて。はい、最悪。ふざけんな。こんなことがあり得るのかよ。打てる星とかいう中日最大の補強ポイントによりによって打たれる。よりによってアリエルの一番得意なところに要求する、石橋は間抜けなんか？ほんと中日は面白いな。燃えよズンゴラド。立浪も嬉しいやろな。サンキュー中日さん。